5月の1話から再スタート。運命的に出会った2人が人生の輝きに気づくハートフルラブロマンス、眩しくて私たちの輝く時間。スマホに閉じ込められた CEO とそれを拾った就活生のファンタジックミステリー、社長をロック解除。コス主演、死者たちの村を舞台に繰り広げられるミステリーファンタジー、ミッシング彼らがいた。ファンレターがきっかけで動き始める初恋を温かく描くラブロマンス、ファンレターを送ってください。不器用に生きる男女が本当の自分を見つけるヒーリングストーリー、何もしたくない。爆シフ、ソンジヒョ豪華共演で送るドキドキラブコメディ、ラブリースターラブリー。価値観が合わない男女が恋に落ちる涙と笑いの胸キュン必至ラブコメディ、恋する家活。異なる人生を歩んできた3人の女性が生きる意味を見つめるヒューマンドラマ、一人だけ。 KBS のオムニバスドラマ10作品が楽しめるドラマスペシャル2020。詳しくは KMTV ホームページへ。